私は添い寝配信というか普通に現実、確かに添い寝配信みたい。でもなんで私がこの画角かっていうと、あれです、充電してなくて、私今充電コードがすごく短いんですよ、すごく短くて届かなくてそうだからベッドにつけてるんですけど動けないんですよ、ベッドから。今日はね、昨日より早起きしました、イエイ。しかもなんか前髪がめちゃくちゃなんか、なんていうの、このさ、オンマユみたいなさ、切りすぎみたいな、これはもう寝起き限定ですね、多分上がっちゃってるんだと思う、癖で。おはよう、おはひな、あ、おはよう。で、漫画、そうなの、昨日の夜はね、ありがとう、すごく見るのも楽しかった。ピュアハートさん、はじめまして。今週もありがとう。おはよう、おはよう。あざとい添い寝。添い寝配信なのかな、これ。充電器具短くてありがとう。今日は頑張って。ありがとう、あんかさん。そう。みんな、何時から仕事なの？てか私が今かぶってるこの布団は、これは夏用なんですよ、完全に夏用だから、しかもなんとかクールってやつなのねめっちゃ寒いの、しかもだからなんかあったかいけど冷たいみたいな、そりゃ風邪ひくわって感じですよね。おはよう。おはよう、毎日なんとか頑張って、頑張って一緒に頑張ろう。おはよう、おはよう。来週7時半です。7時半までにします、30分。と多分みんな仕事ですよね、8時、仕事だから夜いっぱいやろうかなっていう感じです。でも今日も6時ぐらいまでお仕事なので、できて19時ぐらいからかなって思ってます。震えてるそうだよね、昨日いっぱいいろんなことがね。私もまだ夏用使ってるよ。だよね、まださ、いや変えるのがめんどくさいとかじゃなくって普通に変えてないっていう。髪の毛が邪魔？ちょっと待って、これさ普通にさ上までありますから、服夢壊すけどほら胸元は完全に阻止されてます。布団までガラがトワルドジュ風なの、草。え、本当だよ、私の布団はトワルドジュですよ。ほら、いい女のベッドです。やばい。おはよう、おはよう。枕はリーチの靴ですか？違います枕は普通のクッション。リエチの靴ですか、やばい。うん、昨日はリエチに LINE しましたよ、速攻リエチに LINE しました。そう、ゆき時間仕事に間に合います。あ、よかった。
なんか色っぽいな、本当に。おはよう、おはよう、おはよう、みんなおはよう。もうパッチリお目覚めだね。そう、今日はね、今日は早かったんですよ。なんかくだらしてる感じ。夢は持たせてくださいよみんなここ、ちょっとさ、ほら髪の毛が邪魔って思うじゃん。こうやってやっても一緒なんですよ夢を持たせない。確かに。でもこういう画角って見えがちだもんね。おはよう、おはよう。なんだよね、とてもうまい。今パジャマ着てる？なんか私パジャマっていうパジャマをまだ調達してなくって、この夏冬秋冬、これ今普通のなんていうの、ただの T シャツ着てる。長袖の薄手の。去年まではレッスン着だった。これレッスン着にしてたんだけど、おはようね、リエチのおかげです。駐車予約してない。おはよう、おはよう。今日は誰の靴？やばいでしょ私眠れん。おはよう。せっかく動画セットしたのに残念でした。おはよう、おはよう。添い寝相談からの実行が早い。いや違うの、これ別に添い寝配信とかじゃないなんか添い寝配信、添い寝配信なのかなこれでも初めてこんな画角でやったの。充電できてよかったで、よかった、よかった、よくないか。この枠は7時半までです。おはよう。ひざピンクに合ってる、ありがとう。靴は集めよう。やばいでしょ、リエチなんて言ってる。リエチから返信が来ないんですよ。だから多分今日なんだっけ、みんなライブなのかな。結構昨日さ12時過ぎて送ったから、終わってすぐ送ったの。でも多分寝てるのかな、まだ返信が来ないんですよリエチから。おはよう。今日誰、学校休みます？本当に？わかちゃん頑張りなよ。いいね、今日だるすぎて学校休みますいいじゃん。でもいいと思うよ、ひなのは。でもね、私学生戻りたいと思う。昨日のシャルみたいな流れ分かったよ。本当に嬉しい。じゃああんな感じで最終日までトントントンって感じで行きたいと思います。トントントンってひたん、おはよう、おはよう。添い寝配信チャレンジ、もうさ、これじゃあ添い寝でよくない？分かった、じゃあもう添い寝じゃないっていうのやめる。これ添い寝配信だ。人生初添い寝配信。おはよう。ゆみりんさん等身大抱き枕ないないですよ、ゆいにさんの等身大抱き枕。持ってたらキモくない？後輩が後輩が持ってたらさ、自分の等身大、いや嬉しいよ、姫のは嬉しい。自分がさ、ゆみにさんの等身大枕常に横に置いて寝てますとかさ言ったらさ、キモくない？ちょっと前髪さやばいんだけど、まあいいや。このね枕をね避けたら部屋が丸見えなんですよ。見せないけどちょっとやばいんですよこれを避けたら。そう、毎朝これがいいな。本当にリーチの怒ってるかも、やばい。リーチ初めてのライブだからね。そうだよね、そうだから寝てるのかなと思って
実は知っていてブロックで、絶対そんなことない。リエちゃんずっと話してたもん、ずっと話してて、そう、姫野が変身する番で、そう、そのとりあえずその話題の変身はして、そう、リエチって靴、靴、リエチの靴のおかげですごい助けられたんだっていう。ひーたんは6時、何時に起きたっけな、今日。もうそんなギリギリじゃない、昨日はめちゃくちゃギリギリだったけど。かわいい、ありがとう、ありがとう。とうとう添い寝で本気出してきた。でもさ、ごめん、私が添い寝配信で本気出すならば、もうちょっと可愛いパジャマ着て、ちゃんと顔もしてるかも。わかんない、このボサボサ具合がリアルで逆にいいのかもしれないけど、でもガチ添い寝配信だったらこんなもうなんかよれた T シャツ着ないし、ガチのなんかマジ、もう某有名パジャマブランド着て某有名パジャマブランド着て、もうガチであざとく行く。これはまあ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 、添い寝配信1日目って感じです。おはよう、おはよう、おはよう、みんな、おはよう。え、お部屋片付いたの、片付いたけど、ちょっとね、今また荒れつつあるんですよ。荒れつつあるっていうか、服を私今クローゼットかクローゼットに移動させてるんですけど、タンスからクローゼットからタンスに移動してるところなんですけど、多すぎて、そう、森市駅のいろんな場所から。今日は楽しい仕事、私ね、もう仕事でこれは嫌って思ったお仕事ないんですよ。え、今日あれじゃんって思った仕事ないです、ないんですよ。偉くない偉くない、なんだかんだアイドル楽しんでるっていう、うん、この仕事行きたくないなとかないんですよね。枕のひらひら、そう、かわいいでしょ。スリーコインズです、これ。もう少し、何が欲しい、これ、何これ、あ、すごい、骸骨かわいい、かわいい、何これ、骸骨いっぱい、かわいい、ありがとう、梅マンありがとう、かわいい、骸骨。そう、まだ本気じゃないよ、リアリティよ。でもこれ本当にリアリティだよね、このよれたこの何色って感じの、ピンクだけどこんななんか可愛げのないピンクあるみたいなさ。ちゃめさんおはよう、土方さんおはよう。けだるい感じが欲しい、けだるい感じ、どんな感じだろう。結婚して嬉しい、ありがとう、おやま。本当ですか。いた、今日もかわちいね、昨日かち、うれちい、赤ちゃんも起きてて偉いよ、遅いに配信の。次回は気合いの入ったマジの遅いね配信みたいな。服の前から嫌だ。ヒータ朝強いですね、ヒータ朝強い、ヒータめっちゃかわいい、ありがとう。たくさん服も、そう、マリと戦うお仕事も、マリと、待って、ありがとう上間嬉しい。昨日のリネさんのコスプレについては、え、もう好きだなって思った好きだなって思った、本当にリネさん、そう、やっぱずっと推しメンだって思った。お仕事を楽しんでできてるの、そう、やだ、絶対、え、本当にないんだよねこのお仕事。わかんない、まだ言っても1年目だから、全てがまだ何か、なんていうの、新鮮なのかも、新鮮じゃなくなるみたいな感じじゃないけど、うえもありがとう、そう、さっきからたくさん嬉しい、
仕事前に「そうおはようドラキュラ、ドラキュラかおはよう」ちょっとごめんね、今何時だろう、あれめっちゃ待ってコメントが、おはようおはよう、おはじめ、おはよう、さあおはようございます、おはよう、朝かわいいですね、本当に思ってる、本当に思ってる、あふんわり名人来た、ふんわり名人おはよう、守りたいこの絵ありがとう、でも本当にゆきりかさんのメイド服借りてきてください、ゆきりかさんのメイド服どのやつ、昨日のやつ、ゆきりかさん、そう今さ緊急生なんかさ先輩に借りたいけどさ連絡手段がないっていうさ、そうなんですよ、だからあっん今日さ夜メイド服着て配信するかも、てか配信します、だからでも今日そう6時ぐらいまでお仕事だから、6時ぐらいまでお仕事だからそっから帰ってお風呂入って、でもさ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 メイド服着るのにすっぴんはないよね、メイド服着るのにすっぴんはありえないから、ジュラップありがとう、グラビアの仕事、なんかさ私そうまだ1年目で多分全部なんかめちゃくちゃこのなんかいろんたくさんいろんなお仕事させてもらったけど、それでもまだ1年目っていうなんかなんだろう、まだ新鮮さというか楽しいって思っちゃうんだよね、睡眠時間長っ、でも昨日割とめっちゃあれだよ、すぐ寝た、すぐ寝た気がする、でもなんか多分寝落ちしたんだと思う私も、そうだから充電ができてなくて、ふんわり名人って言われるとって入るなでふんわり名人このルームではふんわり名人だからね、そうマネージャーさん、そう本当にそうなの、明日はシルク系のパジャマでお願いします、いいよ、嬉しい、エマなんかハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ありがとうエマ、朝から朝からありがとうだよ本当に、だからってことで明日はねシルクのシルク系のパジャマを着るんですけど、約束通り明日の朝配信もじゃあ、いやでもあのパジャマさここやばいかも、胸元っていうの完全防備で完全防備で、今日ゆいたんの あるね、ゆいたん着てたね紫のアイドル衣装、胸元をガムテープで留めないと危ない、メイド服よ、どうなんだろう、メイド服待ってました、メイド服見たい、すっぴんメイドあり、すっぴんメイドやばいでしょでもさ、まあ、ショールームはまださフィルターがあるからさまださなんか何めっちゃアラが見えるってわけでもないけどさ、まあせっかくならなんかあれだよね、可愛くした方がいいよね、需要が分かってるね、そうじゃないともうあとだって3日、あと3日でしょ、そうちょっと本当にスケジュールがなぜ今ここに入れるってぐらいそう今そうスケジュールがこのイベントのこのイベントの時にこんなに入れるスケジュールのぐらい詰め詰めなのかってぐらいずっと立て続けに入ってるんですよ、そうしかも夜までっていうお仕事が、だからいやできる時にやっとかないとやばいの本当に、コスプレは確かにね、よろしくマンモス、今すっぴんです、今すっぴんです、胸元確かにね、動画セットしなくちゃ事故を期待してます
胸元をね、確かにダメです。パジャマはボタンしない派でしょ。いや、しない派だけど、この私確かにしない、よくわかってらっしゃる、よくわかってらっしゃる。確かに私はパジャマは止めません。ボタン式のパジャマは基本止めませんけど、普通に考えて配信します。いつも通りの格好で出れないでしょ。さすがに私もそこはね、あるんですよ、ちゃんとちゃんとちゃんとありますよ。そこにボタンは閉めますよボタンは、そう、おはよう、キリカさん可愛かったよね。え、そんなに胸元見える服なの？もうわかんない、着たことないんだよね。さっき、昨日この前箱から出して、この前箱から出して見ただけだから。おはよう、おはよう。なんで止めないん？窮屈やから。え、なんでだろう、なんか開放感ある方がいいんですよ、私寝てる時に。でも窮屈なのも確かにそうなのかな、一つなのかな。だからボタン式のパジャマって、まあ、まずボタンを下まで止めるのがめんどいっていうのもあるし、なんかスッと着てサッと脱ぎたいんですよ。だから私は基本的に、そう、止めないんですね。ヒタンのヒタンがヒタンやばい。あ、ふんわり名人お仕事行ってきます、頑張ってね今日も。ふんわり名人待って、窮屈ねー、おもろいよ、ほつのあと分かってるよ、分かってるよ、伝わってるよ、分かるよ。窮屈って言うもんね、だって。でもそうだよ、でもでもそれも確かに理由なんだけど、なんて言うんだろう、もうサッと来てサッと脱ぎたいの。あ、上も嬉しい、かぼちゃたくさんありがとう。あと4日31、そう、7時59分までって思うじゃん、本当にもうすぐ、もうすぐだけど、多分その日もまさかの19時ぐらいまでお仕事あるっていう。ありがとう上間、たくさんかぼちゃ、かぼちゃ食べたくなってきた、なんかかぼちゃ食べたくなってきた。誰かかぼちゃの煮つけ作って誰かかぼちゃの煮つけ作って、かぼちゃが食べたい。なんかこんな画面にたくさんかぼちゃが出てくれた。いつも通りの格好みたいな概念、確かに。胸元ないヘッダーは別に胸をチョイスしてるわけじゃないから、胸元をねチョイスしてるわけじゃないから、本当にヘッダーは衣装のあのリボンを強調してるんです。私は23分、ありがとう教えてくれて。せっかくならラ族になったら、ラ族はやばいですね普通になりたいです本当に。だからラ族なんだよこの配信外では。ボタン止めるの止めないのとギフトで桁違ってくる。なんかさ、そのさなんかさ、そのなんていうの、この怪しい怪しい勧誘みたいなさ、ボタン止めると止めないでギフトの桁違ってくるでってさ、なんか怪しい勧誘みたいな。はい、最後の1時間弱がそう勝負なんですよ。めっちゃなんでみたいな、なんで7時、多分7時ぐらいまでなのかな。だって負けばいいけど、基本お仕事負くことの方が珍しいのかな。だいたい押すかちょうどよく終わるかっていう。あー脱ぎ、確かにそれもあるね。なんででも止めないんだろう私。あれは自分の需要よく理解してるな。だから違うから彼氏に合いそう、あざといヘッダーやなと思ったらリボン、そうリボンを強調してるんです。決して本当だからね、これ本当に。だから私が X 解説した時にさ、なんかそう胸なんか やりよったみたいな、森生やりよったみたいな感じで、なんか胸あれされたけどさ、ええと思って、そう、そんなつもりじゃないのにと思って、そう男、確かに。おはよう、100歩譲って切れ込み深いネックなパジャマ、ちょっと待って切れ込み深い、そんなパジャマ持ってるかな姫なそう、一旦おはよう。そうなんですよね、リアネン
終日だけ8時って。そう、なんかこのタイミングで、そう、胸アピマジンじゃなかった、胸アピマジンやばい、胸アピマジンやばくない？でも私は昇格したら分かんないよ、胸アピマジン。ちょっと待って、胸アピマジンっていう言葉が面白いんだけど、やばい、胸アピマジンって言葉があんの？胸アピマジンになるのかもしれない。だって抵抗ないからねやばい、本当にお母さん見てたらめっちゃ恥ずかしいんだけど、胸アピマジンやめてよね。 ST48 の胸アピマジン誕生です。っていうか、ね、そもそもヘッダーを決めるときもマネージャーさん、そうマネージャーさんだったし、そうマネージャーさん決めたわけじゃないんだけど、この確認がいるのね。そう、このヘッダーにし、このトップ画とこのヘッダーにしますとか、最初の投稿はこれにしますみたいな、全部マネージャーさんが確認のもとで通ってるから、別に決してマネージャーさんも だってこれ多分本当に胸だったらマネージャーさん止めてると思うし、そう、あくまでも衣装のあのリボンも強調したくて、あの衣装好きなんですよ私結構。そう、思い入れとか結構あるから、その夏のツアーとかで来てたり、そうだから胸アピマジンではないんですよ決して。もう昇格したら分かんない、来てくれないの、怒らん、やばい、来た、来てないそう、森瀬やりよったってさ、そう森瀬なんかツイッター解説した時なんかめっちゃ言われた気がする。ツイッター解説した時というか、なんか多分みんなのさ、トップがヘッダーとか気になった時に、ん？森瀬のこのヘッダーは胸を強調してるのかみたいなさ、そう、完全にやりよったみたいな森瀬。でもそんなつもりじゃないんでね。そう、30分大丈夫かな、まだ大丈夫。そう、胸アピマジンやばい、胸アピマジン気になりました、やばいね、胸アピマジン好きなんだけど、姫のその言葉、胸アピマジンやばいね。ワイも胸を見られる抵抗ないぞよ。いや、まあ男の方なのでねそう、男の方なのでね。でも男の人ってなんでな、そうだよね。元気ですか？元気ですよ。武器ってやばい、岩場でグラビアやばい、岩場って、そういうシーンもあるかもしれないね、岩場でっていう。朝からもうさ、きつくない？私朝から濃くない？大丈夫？みんな仕事前だよね。朝から濃い話すいません、本当に朝からごめんね、濃くて。お仕事集中してね胸アピマジンとかさ、もうやめてね、あの忘れてね。早急最大の防御、なんでやねん。自己紹介の時に使えないでしょ、ダメだよ。シリアピマジン、ちょっと待って、やばい、ま、待って、胸アピやらシリアピやら、仕事になりません、仕事してくださいとりあえずシルクの部分止めて、はい、今からお話し会早いよく、開けてて、ね、絶対に29、ありがとう。リエチの靴で何朝から濃くやん、朝からきついよね本当に。まさに、あ、ありがとう。じゃあそろそろ誕生日読みたいと思います。下水配信になりがちやな、本当に。下水とかやめてよ、濃いって言って癖が強いかってことで。魔人様7時半です、やばい、ちょっと待って、本当に。はい、ってことで誕生日見たい、たくさん、クマかわいい、クマありがとう山。じゃあ13位 MK さんありがとうございます。12位がクラッシーさんありがとうございます。11位がビンゴさんありがとうございます。10位が KG603 さんありがとうございます。9位がラパーさんありがとうございます。8位が南光さんありがとうございます。7位がエビサマさんありがとうございます。6位がニュッキンビルさんありがとうございます。5位がピピンさんありがとうございます。4位が姫島港のパセリさんありがとうございます。3位が豊中のヒロさんありがとうございます。2位がライダーさんありがとうございます。1位がウエマン、ありがとう、ずっとウエマンもたくさん。濃かったのはアスティスプラスのゲーム
うまいよ。ってことでもう30分来たのですぐそこ終わりたいと思います。パチパチパチ、ありがとう広島校のパセリさんも。今日も安全に、皆さんもそう2位になった、ありがとう。本当に熊さんとは本当にありがとう朝から。ってことで皆さん良い一日を過ごしてください。また夜お会いしましょう。頑張ってね。リーチリーチリーチ、誰が好きなんだ一体誰が好きなんだ一体。本当にまた後でね、また後で今日はメール配信するので、じゃあバイバーイ、またメール送ります。バイバーイ、いってらっしゃい。